はい、皆さん新年明けましておめでとうございますということでね、SYK 代表の北野です。今回はですね、まぁ、ちょっと新年のご挨拶の動画ということで、まぁ、ちょっとノーカットでね、また撮っていこうかなと思うんですけども、まぁ、2021年、まぁ、新年が明けて、今日元旦にこれ撮ってるんですけども、今年1年のね、まぁ、ちょっと抱負っていうことも兼ねてですね、ちょっと軽く動画を撮っていこうかなと思ってまして、まぁ、結構緩い動画なんでね、落ちみたいなのはないですけども、まぁ、今年、まぁ、2012年、弊社の SYK もですね、まぁ、今年1年は、まぁ、さらにですね、まぁ、最近、いろいろな、まぁ、学科っていうのもできて、来てですね、まあ、最近だと、ま、SNS クリエイター学科に加えて、ま、L クリエイター学科だったりとか、ま、大人の企業専門学校とかですね、まあ、うちももちろん教育事業やってる、会社ではあるので、ま、いろいろな通信講座っていうのをね、メインに展開をさせていただいてはいるんですけども、まあ、やっぱりその中でも、うちの会社のやっぱミッションとして、今年はより多くのですね、やっぱ人を、まあ、救っていく架け橋になっていきたいと。まあ、それは例えば僕らの場合とかだったら、やっぱビジネス系の、まあ、この業界で言えば、例えば実践 SNS 業界で言えばナンバーワンといえば SYK とかね、現場で即使える実践 SNS マーケティングいっぱいSYKって言われるようにもなりましたけども、まあ、SNS マーケティングとかそういったマーケティングをすぐに狙って、学んでね、まあ、年収で当然3000万とか1億狙っていきたいっていう方もいれば、まあ、もちろん、今全く商品はなくて、これから起業していきたいよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、中には、起業っていうところまでいかないまでも、やっぱりそのね、在宅で、まあ、しっかりとその SNS のスキルを身につけて、仕事でそうやってちゃんと副業で稼いでいきたいよっていう、まあ、方であったりとか、やっぱり人それぞれやっぱりその自分のフェーズであったりとか、目指してるところとか悩みってやっぱ違ってくるわけなんですね。ってなった時に、まあ、僕らもずっとこのね、うちの会社のミッションっていうのは、一応概要欄にも書いてあるんですけども、起業したいと思ったその瞬間から人生のパートナーとなる存在へっていうところがうちの社内クレーとしてもずっと統一している思いとしてあって、ってなった時にもうやっぱ起業って言ってもですね、副業から始めたいっていう人もいれば、がっつり起業で年収1億まで行きたいっていう人もいれば、まあ、むしろね、今すでに商品を持ってて、それでマーケティングやっぱ学んでいきたいとかっていう、そうですね、やっぱりニーズをやっぱ満たすためには一つの構図やっぱ無理だっていう結論に至ったんですよね。ってなった時に、まあ、うちの場合とかだと、例えばまあ、商品が今ないけども、これからやっぱ起業して、ゆくゆく年収3000万以上狙っていきたい方向けの例えば、まあ、ここにロゴに出てる大人の企業専門学校とか、まあ、あとはその SNS のスキルを身につけて運用代行としてしっかりとクリーンにね着実に、感謝されながら報酬を受け取れる、まあ、この SNS クリエイターっていう、まあ、働き方、これ結構ですね、まあ、ママさんとかやっぱり専業主婦の方とかでですね、でまあ、副業でやっぱりしっかりと転職をつけてフリーランスとして稼いでいくっていうところで結構ね、こちらも結構今大人気になってるんですけども、まあ、あとは弊社 SYK のね目玉商品としては、まあ、今すでに商品持ってて、もう今ある程度個人事業主とか経営者としてやってる人に向けての、まあ、年商で3000万回やっぱ億超え狙っていく方向けの、まあ、SNS マーケティング学科とかね、まあ、こういった形で、まあ、メインは一応3つの構成並んでいて、まあ、あとは LINE のね運用代行の L クリエイターのですね、まあ、養成学科だったりとか、いろんな講座もね、できてきてはいるんですけども、まあ、その中でですね、まあ、うちもそういった、架け橋となるようなですね、講座っていうの場所は用意はさせていただいてるんですけど、まあ、こっから先皆さんがですね、まあ、うちの弊社 SYK と、まあ、付き合っていくのか、まあ、いかないにしてもですね、どういうふうにしてですね、まあ、自分の理想の未来、まあ、このチャンネル見てくださってる方であれば、少なくともやっぱりビジネスをして、やっぱ売り上げを上げていきたいとか、お金を稼いでいきたいという方が多いと思うので、まあ、どういうところを目指してね、今年1年、かつ行動していけばいいのかなっていうのをですね、今一度、まあ、せっかくね、年始という時期もありますので、まあ、紙に書き出してね、まあ、整理してみていただくっていうのもすごいんじゃないかなというふうに思います。で、僕もね、毎年正月にやってる一個の、まあ、タスクというかワークっていうのがあって、まあ、やっぱ今年1年をね、まあ、どういう1年にしていきたいのかっていうのを結構区切るんですよね、4つぐらいに。まあ、例えば、プライベート面とかですね、プライベートの目標。と、あとは、まあ、もちろんビジネス面での目標ですよね。まあ、あとは、まあ、うちの場合だったら会社組織としてもやってるんで、僕個人がビジネスをしていく上で、達成していきたい目標と、あと会社全体を目指していきたい方向とか、まあ、ある程度社員を抱えてる人だったらこの二つも考えるのもいいと思うんですけど、と、あとプライベートの目標と、それから、ま、健康ですよね。まあ、健康とかね、今年はま、体重何キロにするとかね、腹筋割るとかね、まあ、僕の場合結構ちょっと腹筋割るのがですね、まあ、名課題になってるわけなんですけども、とかね、そう。で、あとは、ま、ね、例えば、まあ、ライフスタイルですよね。まあ、月に、まあ、去年とか結構月に3回旅行行けるような、ね、ライフスタイルにはなっていたんですけど、まあ、今年はじゃあもうちょっとね、その回数増やしてみようかとか、まあ、ある程度旅行に行ける期間が、まあ、長かったとしても一応会社は回る仕組み今のうちに作っていこうかとかね。まあ、そういう形で、まあ、とか別に皆様やったらいいですよ。本を何冊読むとかでもいいんですけども、目標を決めておくと、まあ、そこから逆算して人はですね、まあ、この脳のですね、まあ、ラス機能っていうですね、機能があって、まあ、自分のね、目標達成に必要なものを人間の脳って引っ張ってくるってもの
すごい凄まじいですね。力という人間の脳にはあるわけですよね。なので、一旦そういうゴールを決めておくと、まあ、それに達成に必要な節々のそういうヒントとかっていうのをね、まあ、日常の中から、かき集めてきてくれて、まあ、気づいた時には達成ルートが見えてるみたいなことが結構あったりするので、まあ、ぜひね、今年1年をどんな1年にしていきたいのかとか、そういったものをね、一旦、まあ、紙に書き出して、まあ、整理してみるっていうのもね、すごいいいんじゃないかなというふうに、思います。ということですかね。はい。で、それにね、もし、達成に本当に少しでも必要な、これやってみたらいいんじゃないかとか、その目標、例えばじゃあ年商3000万今年行きたいなって思ったとしたら、じゃあ3000万行くためには、どんなことをやればいいんだろうとか、どんな本読んだらいいんだろうとかね。まあ本屋さんに行ってみるわけですよ。で、ちょっと自分の目標に達成にちょっとでも近いなって本があったら、それすぐ買ってみるとかね。ちょっとセミナー参加してみるとか、まあ個別相談受けてみるとかでもいいし、まあなんか YouTube とかでも、この YouTube ちょっとヒントになるんじゃないかと思ったらちょっと見てみるとかね。いう形で、本当にこれちょっとでもヒントになるんじゃないかと思ったことに対しては、どん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 前のめりでアグレッシブにね、ヒントを掴んでいくっていう方がですね、まあ、やっぱ僕も結構いろんなやっぱ生産からね、まあそれはもちろん奥越え果たしている方とか、まあ年収1000万プレイの方とか、いろんな方がやっぱ相談を受けるんですけど、やっぱね、成果出るの早い人とか、短期間的に圧倒的な成果を成し遂げられる人、極めて短い時間ね、得られる人とかっていうのは、やっぱりですね、ヒントを掴みに行くまでの、この瞬発力、フットワークがめっちゃ軽いんですよね。フットワーク本当に軽い。で、うちの会社のメンバーとかも、うち実はあれです、正社員で雇ってる人っていなくて、基本的にみんな業務委託っていう形で、みんなフリーランスなんです。で、もともとうちの会社来る前からもうフリーランスで自分で稼いだっていう人がいて、まあ、うちもだからフリーランス集団の精鋭みたいな感じでやってるんですけども、まあ、やっぱみんなですね、フットワーク軽いんですよね、弊社のメンバー。もう今大体20名前後ぐらいのね、まあ、会社になってますけども、そう、フットワークやっぱ軽くて、で、僕もね、多分自分でもなんですけど、昔から多分フットワーク軽かったんですね。でもフットワークが軽いと、まあもちろんその分ですね、一回やってみたで、ちょっと失敗するっていうちっちゃい傷は負うんだけども、その回数が多ければ多いほど、まあ僕前ツイッターでこういう話したと思うんですね。ロシアンルーレットと一緒で、例えばたこ焼き10個あって、そのうちの9個はからしマヨネーズが入ってるよと。だけど1個はめちゃめちゃうまいですね、たこ焼きですけど、9個はもうめっちゃ辛いからしが入ったら外れですと。で、あの時に当たりを引くための方法っていうのは、もう先に9個のからし全部食べちゃうみたいなね。もうそしたら、もう先に9回は辛い思いするけど、早く成功にたどり着くよみたいな話で、もうとりあえずこれかなと思ったのとりあえずやってみるみたいなね。まあもちろんそうは言っても、めっちゃなんか何千万みたいなリスクを背負ってやれっていう話ではなくて、まあちょっとでもヒントがあったらちょっと本手に取ってみようかなとかっていう形でやってみるとかね。まあ、動画見てみるとかでもいいし、まあ、このチャンネルでね、なんか少しでもヒントになりそうな動画があったら、それちょっとちゃんと見てみるとかでもいいと思うんですけど、そういう形でですね、まず目標を明確にして、そこから逆算して自分にできそうなこと、今の自分のレベルでできそうなことでいいんですよ。それを一個一個ね、やっていくっていうのをですね、高速で PDC を回していただくと、まあ、もうよりね、例えば年商3000万行きたいんだったら、その前での達成ルートっていうのがですね、まあ、明確に見えてくる部分も大きいんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、参考に、今日ね、お話がなればすごい嬉しいなというふうに思います。で、まあ、今回ね、まあ、僕自身も結構、年始明けてからもですね、最近ちょっと、まあ、今日1月1日ですけども、まあ、本も結構読んでて、読書もですね、なんとなくね、読む本ってあんまり意味がなくて、まあ、最初ね、きっかけ作りとして本を取ってみるっていうのはいいと思うんですけど、これと決めた一冊をですね、何回も読むっていうのは僕はすごい意識してて、すごいいいなと思った本は3回読むようにしてますね。まあ、そっちの方が結局ランダムで本を読んだとしても、本の内容覚えてますかって話なんですよ。人間って1回読んだ本の内容ってほとんど覚えてないわけですよ。なので、僕の場合だったら例えば、ね、これも大体5回ぐらい読み返してる本があるんですよね。森岡さんのね、隔離思考の戦略論だったりとか、まあ、こういう会計の本とか、まあ、結構ですね、いいなと思った本とかは、もう、強運の法則とか、日本経理合理化協会出してる本とかね。これめっちゃいいなと思った本は、もうめっちゃやっぱ読み返すっていうのは僕もすごい意識します。まあ、最近は結構電子書籍とかでね、Kindle とかであれば、もうスマホでやっぱ本読める時代になってるので、まあ、そういう形でね、まあ、僕の個人的なおすすめの、まあ、2021年のおすすめの読書のやり方としてはですね、これと決めた本を3周して読むと。3回読む。それやって初めてね、自分に落とし込めるレベルまで、消化させることがね、できると思いますので、まあ、ぜひね、読書もね、そういう形でぜひね、参考にしていただければすごい嬉しいなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、今回の動画は以上という形になるんですけども、ぜひね、皆さん2021年もね、今後ともないとぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、本日はこの辺で以上になります。失礼いたしました。